はい、皆さんこんにちは、旅のすけです。エルシャ259やっていきましょう。多分2週間ぶりの投稿ですね、ちょっと動画投稿遅れて申し訳ないです。ちょっとね、いろいろ体調不良だとかね、私事でちょっとね、動画の投稿感覚が遅れてしまいました。今回ですね、やりたいネタはこちらになります。はい、というわけでですね、ちょっと今回から若干動画スタイルを変えていこうかなというちょっとね、謎の思惑に駆られているんですけれども、今回ですね、やっていきたいのはこちらの列車ですね。現在特急おてんばでね、使っている185系があるんですけども、ちょっと列車見ましょう。これがね、現在私4編成で回してるんですよ。で、このうちですね、これちなみに今いるのがね、大田原ですよ。大田原の駅の横にある大田原電車区ですね。で、大田原電車区にこのように2編成あります。で、それからですね、もう2編成これがですね、帝都駅の前ですね、掛川運転所です。掛川の運転所、こちらにもね、2編成あります。あ、もう今1本ないな、出てるな。で、こちらの列車はね、特急おてんばとして、運転所から直接ね、帝都駅に入る形になるんですが、先ほど見てもらった列車がですね、これ大田原電車区からですね、まあ送り込み回送ということでね、帝都方面に行くんですけれども、ちょうどね、これ5時20分ぐらいに発車かな。ちょうどね、朝のラッシュ時間に運用される、まあ送り込みの回送列車になりますんで、今回ね、この列車をね、青少地区のお父さん、お待たせしました。湘南ライナーとしてですね、行かせたいという形です。で、今現在はですね、これ特急おてんばの筋を使いながら、この旅客船をですね、これ今大田原で客扱い、まあ今客扱いしてるんですけれども、ここでですね、客扱い車のち旅客船の上り線に転線して、で、8時40分ごろにね、帝都駅に着く、そんなダイヤになってるんですけど、これをですね、停車駅を変えたいんですよ。いわゆる湘南ライナーでやる青少地区の駅ですね。私の動画で行くと、これ新しい駅なんですけど、これね、構図的駅になるんですけど、ここじゃなくてこの次の駅ですよ。この次のね、平磯駅ですね。次の平磯駅、特急おてんばでは通過するんですけども、このライナー電車では止めたい、この平磯駅ですよ。で、これ、まあ、見れば分かるんですけど、これ貨物船に実は旅客ホーム置いてるんで、これ旅客扱いさせたいなと。で、これおてんばの筋でね、今走らせてるんで、この駅通過しちゃうんですよ。で、それからそのこの次にある藤崎駅ですね。この藤崎駅もね、この185系通過しちゃうんで、これ本当は個別発車で設定できればよかったんですけど、個別発車だと停車と通過、これをね、同一ホームで扱うことができないんで、今のこれですね、特にこの藤崎駅は島式ホームなんで、これ方法としてはもうホームを変えるしかないんですけど、ホームを変えるにはやはり貨物船も使うしかないということで、この06系電車、今これ旅客船でね、8時40分頃に帝都に入るんですけど、でなくてですね、これをですね、無理やり貨物船に入れてしまおうという、そういう作戦ですね。で、1個問題がありましてですね、これですよ、大田原の電車区から大田原のこの駅、配線見ましょう、これ。こっちの方が見やすいか。こちらがね、大田原の電車区になって、で、これですね、これが貨物船上り。で、あ、ちょっとこっち見た方がいいかな。こちらがね、貨物船下り。で、真ん中にあるのが旅客船の上りと下りなんですけど、これ、見てわかりますよね。大田原の電車から直接貨物船に入れない構造なんですよ。ですんで、作戦としてはですよ、大田原の電車から出てきた電車を一旦ここで反転させます。西ですね、西の方に向かわせる。で、これ多分私の動画で紹介しないんですけど、この熱海的駅ですよ。これ今、旅本線で、東京地区2つ駅が増えましたんで、先ほど見た構図的駅とこの熱海的駅、まあ、厚山と便宜的にしておきますか、海ないんで、この厚山駅、これ今ちょうど寝台特急がね、9時まで、9時に発車しますね。これ時間調整のため止めてるんですけど、この厚山駅まで一旦回送で持ってきて、ここで折り返して、大田原のこれですね、この大田原のこの
南蛮仙台1,2,3,4,5,6 6番ホームに突入させるとこのまま貨物船に入れますんで、ちょっとねそんな湘南ライナーこれの設定やっていきたいと思います。さあ間もなく4時20分ですね。さあ今発車しましたよ。特に前後に多分この時間は列車がないはずですんで、このまま一旦大田原の3番線に入、あー後ろ来ちゃった。あ、行けるかこれ。あ、行けそうですね。ちょっともう10分5分ばかり早めましょう。15分発車で、でこれが終わるとおそらく2分で折り返し発車になってますんで、これで一旦熱海方面に向かいます。これ5時20分に大田原通過じゃないな、停車させたいんで戻ってこれるかな時間までに。さあこれで一旦熱海方面に向かいます。これ大田原城ですね。多分ねこんなとこにないんですよ。電車区が邪魔してるんでこっちに城があるんですけど、でこれトンネルを一旦くぐってですね、熱海の町ですね、厚山の町です。でこの駅もそうあんまりやりたくない、本線折り返しましょう。私ねあんまり本線で折り返すっていうやり方やりたくないんですけど、5分いや発車時間が多いな、発車時間にいるじゃん。5時10分、5時10分か、微妙な時間だなこれ。5時10分で折り返しですよ、折り返し。これでいいかよいしょ。で、これでいきましょう。さあこれで1足合計ね、厚山駅2番線で折り返しますんで、あれ今何分に設定したっけ。5時10分、いけますね多分、余裕ありますねこれで。折り返しですね。さあ10分になって折り返しです。さあ今厚山駅を5時10分に発車しました。この時間は特に列車走ってないんで大丈夫そうですね。まだ新幹線も6時ルールで走ってませんので、ではこれでいよいよ湘南ライナー仮発車ですね。さあ先にですね大田原の駅の設定しましょう。大田原駅はこれ貨物のホームに入れますんで、貨物ホームで停車時間もう1分にしましょう。1分で時間がないんで、せわしいんで1分停車で、これで多分良さそうですね。でこれは直進ですよ。いよいよ貨物船に入ってきますね。魅惑の旅貨物船、これ入ってきますんで、さあこれ多分初めて入るんじゃないかな、この貨物船に旅客列車が。あ、おばきゅう走ってますね。さあこれ多分位置関係おかしいんですけど、本当は在来線、おばきゅう、新幹線の順番なんですけど、まあ気にせず行きましょう。さあ走り始めました。貨物船、あれ制限の標識、あー OKOK、 では酒場川を越えてですね、いよいよこの湘南ライナー走り始めます。さあこの辺旅客駅じゃないんで、あ、反対がやっぱ貨物来てますね。さすが貨物船、多分この先の設定もいいよな。これマジで設定しなくて今走らせてるんで、いやいいよな、大丈夫だよな。で先にちょっと平井水駅旅客設定しておこう。停車時分ですね、とりあえず1番線しか多分使わないんで1分停車で。さあまず平井水駅1分停車で、先に藤崎駅も設定しておこう。藤崎駅も1番線1分停車で。さあこれでお父さん方ね、座って通勤できますよ。ちゃんと乗車整理券310円を払ってですね、お父さん方がここ乗り込むと。おお、768人、うわすごい、やっぱりお父さん方ライナー電車で臨んでたんですね。あ、そうか、これ乗車設定にしようがないと。そうだよな、やっぱお父さん方こう多分乗る一方ですね。これ乗車設定にしておきましょう。多分これ768人、これもう満員なんじゃないかなこれ。あ、これはですね、おばきゅうの江ノ島線ですね。ちょっとリクエストでね、見せてほしいっていうのがあったんですけど、
とてもじゃないけどお見せできるような状態じゃないんで、今しばらくお待ちください。あ、768人、これやっぱ満員か、定員いっぱいですね。これあの小葉急江ノ島線の方はあのなんかね、っていうか小葉急もう30編成行っちゃったんですよね、あれ。あ、そうそう、この後京富良駅はね、これあの貨物線にホームないはずなんですけど、ちょっとね使用上、あ、これ通過になってんな、あの使用上ねホームがちょっと存在してるんで、でこのまま湘南ライナーいいですね、隣のこの満員電車を横目にこの悠々とあの悠々自適に通過していきます。この先大丈夫だよね、あのポイントの設定とか全然やってないから怖いんだよなこれ。さあこの先もいいですね。そしてここから貨物線ですよ、貨物線、ちょっと車窓で見ていきますか。さあここから普段乗らない使わない貨物線ですね。隣がこれ鬼塚駅になりますんで、あのもう特急御殿場1号ですね今ので、この先もいいよな。でこれですよ、この、なんとかトンネル忘れちゃった、あの横山宇沢方面に向かうあのトンネルですよ。あー、くしまった、これ設定しねえや、通過させましょう。でトンネルを抜けてこれ貨物駅ですよ、横山宇沢駅で、ここを通過してこれトンネルですね、トンネルで、トンネル抜けるともう鶴居の方に行きますんで、ここからねかなり強引に曲げます。あ、これ貨物かな、この23ってのこれやっぱりね、湘南ライナーこのね、私の動画のこの湘南ライナーはあの横山駅通過しますんで、ここがやっぱりねあの違うんですよね。さあそろそろ貨物線からあの地上に出てきますよ、これはかなりこれ強引に曲がってんだなこれこれすごい強引ですねこれ。さあこう、あ、しまった、ここからですよ。ね、あ、やばいやばい、ポイントの設定しなかった。直進の、あ、いいですね。じゃあこれ新鶴居の方に抜けていきますんで見ていきましょう。でここからの点線するとこの右側行くとあの貨物ターミナル、あ、ちょっと待って、しまった、ここ駅だったのか。通過しましょう、通過。いやー、ボンミスですね。これ右側行くとテートターミナルですよ、テートターミナルで、これはあの新、ここも大丈夫だよな、設定ねえよな、これ駅じゃねえよな、これまっすぐ行くよな、オッケーオッケー、これですね、新鶴居の信号場です。でこの右隣がこれ横須賀線の電車、横須賀線の線路になるんで、この先横須賀線は来てねえよな、いいですね。さあ横須賀線来てないんでサクッと入ってきます。そして南武線ですね、南武線で武蔵小杉色あたりですね、この辺が、あ、横須賀線の電車来ましたね。いやー、良さげですね。さあちょうど今多摩川渡って時刻が8時です、いいですね。これやっぱ清少宿のお父さん方がこうね、楽々にこうリラックスした形で座って着席通勤ですよ、夢の着席通勤。これちょっと待ってよ、ヘビクボ信号場大丈夫だよな、ポイントは大丈夫ですね。でこの先ですよ、このまま行ってここで私転線させようとしてるんで、行けるかなこれちょっと待ってください、時間を止めてここから旅本線に転線させる必要があるんで、どうしようかな、このまま旅本線、あ、そうか、これ本線には入んねえんだな、ってことはこれ止めてもいいかな、これ何番線、掛川駅でちょっと止めますか、掛川駅で乗り降り設定させて、で、あ、良さそうですね。じゃあこれで多分おそらくテートに8時40分にテートに到着しちゃいんで、ちょっと微妙な時間だな、多分後続も入ってきてないんで行けると思うんですけど、旅本線上に列車がないんで行けそうですね。さあ掛川駅転線できるかこれ、これしまった、制限標識ねえのか。さあ今、無理やり入ってきました、良さそうですね。いやー、なんとか来ましたねこれ。さ
さ、今ちょうど8時40分だ。後続がないんで、おそらくこの列車このまま帝都駅に入って9時30分発御殿場5号かになるんですけれども、問題はなさそうですね。あの旅客船で走ってくるとちょうどね8時40分に帝都に入ることが分かってたんで、あ、やばいな、今列車走り出しちゃったな。9時40分、あーっとここで制限当たっちゃうかな、当たっちゃったな。ちょっと場内の開通を待ってから入るような形ですね。9時か、9時到着。そうですね、これだと厚山駅の出発時間を調整するか、それか藤崎駅と平磯駅の停車時間を2分ずつ延ばすと4分遅れてくるんで、ちょうどいい塩梅になるといった感じでしょうか。ちょっとじゃあそれ設定して最終確認しますか。それではですね、確認のために青少地区のお父さん方がお待たせしました。湘南ライナー、試運転ですね。さあこれで一旦入って、これで厚山駅に向かって5時12分です。5時12分に発車で、大田原から貨物船に転線、貨物船をひたすら走るぜ。さあ3分停車だ。さあ平磯3分停車、藤崎3分停車、ここから貨物船ですよね。魅惑の貨物船、旅客列車の走ってない貨物船はふにゃーっとこう走ってですね、で、新鶴居を越えて横須賀線と合流して、蛇雲信号場通過で掛川ですね。早いなこの進入速度。掛川駅に入ってきましたよ。さあここから問題です。ここから帝都ですね。帝都駅を発車する113系とぶつからなければ今回の湘南ライナー成功ということになりますんで、さあ今これ、あ、そうか、掛川駅で発車時間調整すればよかったな。さあ掛川を発車しました。さあ今特急カトリー、あれは特急カトリー何号だろう、わかんねえな。さあ今113系が発車だ。さあどうだ、場内信号、本来ならこれ注意信号が出てないといけないところですが、あ、編成抜けましたね。編成抜けて、そしてこの06号、特急御殿場ですね、特急御殿場5号になる185系湘南ライナーが今帝都駅に入線。あ、時間はちょっと9時超えちゃったか。そうか、ちょっと9時回っちゃったな。お父さん方の乗った湘南ライナー、なんとか帝都到着しました。あ、9時回っちゃったか。9時前に着けたかったんだけどな。というわけで今回からですね、ちょっと若干動画 あのスタイル変えながらやってきました。ちょっとあれですね、動画の投稿間隔をちょっと短めにして、視聴者さんのねコメントも返してくるような形にしたいと思いますので、こんな感じでねやっていきたいと思います。それでは皆さんご視聴いただきありがとうございました。